はい、どうもさん、こんにちは。おちみみおちゃです。ブラックです。今回は PS オバヌイフットボールの抽選契約権というのがあるんですけれども、そちらの特典の抽選契約権で獲得できる欲しい選手ランキングね、やっていこうかなと思います。抽選契約権っていうのが、まあ、なんぞやって感じなんですけど、PS オバヌイフットボールだと、アプリと違って、アプリだと持ってる IM とか、レジェンドってそのまま引き継ぎになって、レジェンダリーとしてもうすぐ変わるんですけど、PSO の場合ってそうじゃなくて、レジェンドと IM の数、IM だと5名とかかな、はい、で1回引けるっていうのと、5名以上で2回、指名抽選権っていうのをもらえて、それを引くことでレジェンダリーの選手っていうのを2体まで、はい、ゲットすることができるということで、今回はね、そのレジェンダリーの選手が11体いるんですけど、うん、まあ、その中で何が当たったら嬉しいかなと、ね、いうのをですね、ちょっと気が早いんですけど、おもちゃ TV の方でね、これが当たったら嬉しいなと、ちょっと紹介していければなと。まずはね、第11位ということで、はい、オリバー・カーンですね。まあ、キーパー最初ね、スタートダッシュでどうなの、レジェンダリーになって強力なカードになるのは間違いないと思うんですけど、もともとカーンってそこまでね、そう、じゃあ IM でも使ってたかって言ったらそこまで使ってなかったんで、まあ、今回の中で抽選券で来たら結構ブチ切れる人多いんじゃないかなっていうまあ、まあ、もしかしたら e フットボールだったら強くなったりとか、そうだ、ね、能力とかも変わってると思うんで、そこは分かんないんですけど、今のところはちょっとあれかなっていう、まあ、そうだね、はい。そして第10位は、ロベルト・カルロスということで、まあ、ロベカルも最初ゲットしても、まあ、左サイドバックとかなんで、そうだね、やっぱできれば前とかが欲しくなってくるかな、うん、ゲームを決めるっていう上ではちょっとね、パンチにかけるのかなと。そうだね、まあ、ただロベカルの場合は e フットボール そのフリーキックが、そうだね、どういう風になってるかどうかで、ロベカルのフリーキックっていうのを試したいっていうのは、はい、結構あるんじゃないかなっていう感じで、 IM と違ってレジェンダリーがその例えば調子が B 固定とかそういうのはどうかっていうのは分からないんで何とも言えないんですけど、まあ、サイドバックはちょっとねノーセンキューかな。そして第9位、まあ、プジョルですね。まあ、プジョルも悪くはないんだけど、ただセンターバックって考えると、まあ、178cm、 じゃあ右サイドバックって考えてもプジョルよりも結構適任なね右サイドバックの選手もいるんで、ちょっと中途半端かなっていう気はしますよね。まあ、センターバックね、レジェンダリーでいきなり強力な選手揃えられるっていうのは熱いと思うんですけど、もうちょっと身長の高い、センターバックとかが欲しいっていうゲーム性ごつい、ね、になった時はちょっと使わなくなっちゃう可能性もあるんで、うん、ただもしかして足元がめちゃめちゃ大切だったりとかする場合もあるし、ね、能力値がねレジェンダリーで結構強化される可能性もあるんで、はい、ロベカルとかカーンとかよりは、まあ、普通にプジョル当たってもいいんじゃないかな、うん、第8位は中田秀俊ということで、まあ、中田もねスパサブがついてるのかわからないんだけど、いいフットボールで全体的な能力高いんで、まあ、中田いればまあ中盤はね結構その、まあ、いいのかなって気がするんだけど、ただバランス型なんでね、そう、まあ、この順位、まあ、尖ってないしあと、まあ、いいフットボールっていうのが選手がねどんな感じで成長させるかっていうのもあると思うんですけど、はい、使える人はすごい使えるんですよね。そうだね、ただ中田のその能力値のバランスがめちゃめちゃいいんだけど尖ってないから そこが嫌だっていう人もいるんで、意見分かれそうだね。そう、意見は結構分かれそうなのかなっていう。ただやれるポジショニングとかね、もうあの今回この IM の状態で多いんで、うん、まあ、インフットボールでもそこそこ、そうだね、そういうのはねあるんじゃないかなっていうところで、まあ、あの当たっても全然いいのかなっていう、まあ、そうだね、感じはしますね。おもちゃ TV 的には全然あり。7位はまあインザーギですね。インザーギに関してはやっぱ結構強力なんで、うん、あのやっぱ得点取るっていう部分ではね、そういった意味では、まあ、別に当たってもそんな悪い気はしないかな。まあ、ただ IM からレジェンダリーになる上でそのスーパーサブとかがあるかどうか消えてる場合っていうのが分からないんで、そういうのが消えてる場合だと、まあ、普通のねスタンダードとかの強力な選手でもいいんじゃないかなっていう感じがするんですけど、ただ調子とかのね B 固定がそのままもしかしてレジェンダリーに残ってたりだとか、うん、そういう風なのがあればフィリッポ・インザーギっていうのもスパサブの B 固定だとしてすればかなり最初ゲットしておけば有利なのかな。6位はベッケンバウアーですね。まあ、ベッケンはね本当は中盤できてセンターバックできてみたいなやれるポジションの範囲の広さと、もう全体的な能力値がめちゃめちゃ高いみたいなのあるんで、うん、1枚入れとけばスカッと安定するみたいな。ベッケンバウアーっていうのも育て方によってはなんかいろいろ強くできるんじゃないかなみたいな、スタミナがちょっとそうだね、ベッケンバウアーは気になるところであったんで、86とかなんで、ね、これをもうちょい増やせればちょっと前目の数値だけ減らして、うん、ちょっとねスタミナとかそうだね、そういうの上げられるかどうか分かんないんだけど、うん、そういう育成の仕方とかできれば結構面白いと思うし、うん、まあ、今のままでも十
分ね強い、強い、まあ、ただイーブントホールだと能力値がどうなるかは分かんないですけど、レジェンダリーになって、ただまあこの選手の場合強いの間違いじゃないんじゃないかなみたいな感じで、うん、当たったら嬉しそうだなみたいな。そう、はい、で第5位がまあキャンベル、結構意見分かれるよね。やっぱ足元がないからやっぱりちょっと自己率が多いから使わないっていう人もいれば、でもやっぱり体がめっちゃ強いから使うっていう人もいるんだけど、キャンベルの場合は多分、まあ、そこまでね、じゃあ e フットボールになったからってめちゃめちゃ足元が上手くなるかって言われるとそうでもないと思うんですけど、ただもうセンターバックとしてはかなり完成されてる選手なんで、うん、まあ、この選手が1枚いるだけで、まあ、センターバックのとりあえずね、やつは埋められるっていう可能性を考えると、まあ、当たっても全然いいと思うし、そうだね、クリステン・ホーとかだと結構使ってる人も多いですね。そう、あのやっぱ操作性がちょっと入る、うん、ゲーム性になってくれば足元がねそんなに気にならなくなる可能性もあるからね。カバーできるよね。はい、で第4位はベッカムですね。だベッカムのところで言うと、やっぱそのEフットボールに変わる上で能力値がどうなるのかなっていうのは結構気になる、うん、まあ、なんてかっていうと図抜けてベッカムって能力値高いんで、高い、ね、これがレジェンダリーに変わることによってどこの能力値が変わるのか、うん、ただなんか今までだと結構その通常のスタンダードの選手ってその前のシーズンを見た結果だよ ね、 そうだね、リアルの結果があるんですけど、こういうもう引退してる選手っていうのはそういうのがないじゃん。だからそれが能力にどう査定するのかっていうのは結構気になるところがあるんですけど、うん、ただもうベッカムについては能力が高いのは間違いないと思うんで、これ、ね、うん、やっぱりあと特徴的なのはクロス、うん、これはもうね絶対強くなってると思うんで、はい、まあ、そこの部分では結構いいのかなって感じしますね。で第3位ロマーリオということで、ロマーリオは期待したいね。やっぱ次のEフットボールがドリブル系って言われてるぐらいなんで、うん、ロマーリオってねもうめちゃくちゃドリブルしやすいんですよ、フォワードの中でも、うん、でもボールキープとか、まあ、ボールコントロールドリブルとかも21の IM の状態高いんで、これはちょっと期待も込めて第3位。フォワード系だと、まあ、やっぱルンミニゲとか登場してないんですよ、まだ抽選券でゲットできない感じにはなってるんで、まあ、フォワード枠だとやっぱねロマーリオ最初に当たったら得点量産できそうだね、できそうな感じの雰囲気があるなということで、うん、まあ、この選手は当たったら大当たりなんじゃないかなっていう。で第2位はホルランということで、まあ、アプリの方だとめちゃくちゃ人気な選手なんですけど、 PSO とかだとあんまり使ってないって人もいると思うんですけど、うん、ただやっぱりあのもう本当全部の能力高いんで何でもできる選手ということで、本当当たったらねどこででも使えるし、まあ、間違いなく使いやすいんじゃないかなっていう選手だよね。まあ、あくまでこの動画はほぼ予想なんで、はい、まあ、皆さんもねぜひコメント欄であのこんな選手のこれどうなんだみたいな予想みたいなの、うん、ぜひ書いておいてほしいんですけど、ホルランの場合も俺はなんでこれ2位かっていうと、育成の部分ですごい楽しみだなみたいな、うん、そうだね、うん、この選手もやっぱ全体的な能力が高いんで、その育成によって色が出せれば、そうだね、そう、例えば攻撃特化のホルランでもいいしみたいな感じで、いろんな育成がもしかしたらできるのかなって期待を込めてね、うん、2位というところで、でも能力値、そう、能力値はすごい高いしまあドリブルもできると思うし、うん、この選手が弱くなる作品っていうのはなかなかないと思うんで、ないだろうね、もう当たったら絶対嬉しいかなっていう、やれるところもね意外といいしね。はい、で第1位はまあビエラでしょうということで、もう2018かな、レジェンドでビエラが登場してからいますけど、もうなんか弱い時代がなかったんだな、まあ、ずっと強いし、特に顕著なのはやっぱ家庭用版、はい、あの PS4 とか、まあ、今でいう PS5 とかも何でもそうですけど、ビエラが弱かった時ないし、はい、序盤でビエラ持ってるか持ってないかでだいぶ差が出てくる作品がすごく多くて、うん、ビエラ持ってればその分だけねそのチーム有利になるみたいなぐらいすごい強い選手、強いね、これがねあの能力値が変わってeE フットボール版のレジェンダリーになったとしても、まあ間違いなく一番強いでしょうと、素材がもう良すぎるから、ね、うん、いう感じなのはね間違いないと思うし、うん、一番強いんじゃないかなと、ね、まあ、あくまでね、まあ、今回さっきもちょろっと言ったんですけど予想です、まあ、抽選契約権で欲しい選手っていうのを今時点でね、はい、まあ、能力値が残念ながらレジェンダリーの能力値とかそういうのが出てないんで、まだ分かんないですよね、まだあくまでも本当予想っていう形になっちゃうんですけど、はい、ネタもないんでね、ね、あの予想していこうとそうだね、皆さんもねもしこの11人の中で2名欲しいってなった時に、まあ、能力とか分かんないんだけどね、うん、この選手欲しいなと、だから俺だったらこの選手とこの選手かなみたいなのがあればですね、ぜひコメント欄で教えてほしいなというふうに思います、はい、この動画を良ければぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。としゃーさらばー。